これ二つ目、マッチングが SNS か出会いの場に行くか。三つ目、今回の旅はね、これをしに来たんですよ。三つ目何かわかりますか皆様。タタラタタタッチ向いてほい、イエーイ。というわけでオシラです。イエーイ、こんにちは。ですね、今私はちょっと逆光でごめんなさい、ちょっといい感じに光を調節しながら喋っていきたいと思うんですけど、今私はですね、島根県の松江というところにお邪魔しております。で、今ね、絶賛一人旅中なんですよ。福岡で仕事があって、ちょっと一個前の動画とか見てほしいんですけど、福岡で仕事があって、あの山口のね、湯田温泉っていうところで一泊して、その後広島まで来て、厳島神社行って、で、一泊しようとしたらコインランドリーで洋服全部盗まれて洋服買いに行かなきゃ、松江来てユニクロで洋服買うと思わなかったわ。洋服、ユニクロに洋服買いに行かなきゃいけないですけど、これからもう洋服返してマジで。で、まあそれはいいんですけど、その広島から今度は島根県にこう北上してくるわけじゃん。で、そこでね、石見銀山っていうところに行ったの。世界遺産なんですけど、もともとはさ、私桃鉄でしか行ったことないって日本語おかしいか。あの、なんか桃鉄でよく行くな、石見銀山。買い占めると収益率高いなぐらいのイメージだったんですけど、石見銀山って名前の通り、こう、銀がもともと取れた、とこなのね。で、それに伴ってすごい発展した町なんですけど、で、町の名前が大森町っていうのを、大森と思って、見に行って、でさ、まあ、銀なんてさ、イメージ的にはさ、なんかこう、シルバーアクセサリーとかさ、まあ、すごい高く売れるんでしょうみたいな、金の次のやつでしょうみたいな、なんかそのぐらい認証しか、ね、皆さんもないかなと思うんですけど、もともとはさ、こう、銀を中心に世界が回ってた時期っていうのがありまして、なんかそう、貿易、でみんながさ、世界中が銀を欲しいって言って、銀を中心にこう、世界と世界がね、繋がって、銀をも中心に争ってとか、もうそういうね、500年前ぐらいかな、もうちょっと前かな。ね、すごい時代があったんですよっていうのをね、ちょっと感じに行ったりとか、なんかちょっと一人旅。で、結局今、松江にいるんですけど、島根県の。っていうね、なんで一人旅してんの？婚活するって言ったよね。男を探すって、ごめんなさい、34歳独身ゲイなんですけど、私は、婚活するって言ったよ。一人旅ってさ、婚活から一番遠いところにあるよなって今思ってるんですけど、助けて。一応ね、あの、まあ、婚活、まあ、ゲイがね、婚活するって言った時に、何をするかっていうと、もうやれることはもう3つしかありません。ゲイの皆さん覚えててください。1個、マッチングアプリをする。ネットで出会いを探す。ね、これね、SNS とかね、マッチングアプリとかね、まあ、ちょっと掲示板とか私は使ったことがないんですけど、ね、私はマッチングアプリを始めましたよ。ちゃんと顔出しもして、マッチングアプリね、りょうっていう名前でやってるんですけど、なんか、インスタとかにさ、あの、ちょっと、マッチングゲイのマッチングアプリにおしらさんのなりすましがいますとかって言われるんですけど、なりすましじゃないです。多分それは私本人ですっていう感じです。で、二つ目が、飲みに行く。新宿2丁目とかさ、沖縄だと桜坂とかさ、にこうゲイバーというものがあって、そこにやっぱゲイが集まるわけですよ。で、そういう出会いの場に行く。これ二つ目。マッチングが SNS か、出会いの場に行くか。三つ目。今回の旅はね、これをしに来たんですよ。三つ目何かわかりますか皆様。神頼みでございます。というわけで、あの、日本最強の神社、出雲大社、縁結びの神様がいる出雲大社に、これから、神頼み。婚活の神頼みに参りたいと思います。この動画を最後まで見てくれたあなたにはですね、私が今からあの、お祈りしたご利益が行くように、あの、祈っておきますので、最後まで動画楽しんでみてください。よかったらいいねとコメントもください。というわけで、出雲大社に、婚活神頼み Vlog スタート。君に見せたい景色がある、僕の好きをどう思ってくれるかな。というわけで、とりあえず洋服がもうあのコインランドリーから取られてないので、ユニクロで調達しますという。はい、というわけで出雲に到着しました。神様に会いに行く前に腹ごしらえでございます。出雲名物割りごそば、こんな感じで、まあ何段かになってるんですけど、これどうやって食べるかっていうと、まず一番最初に薬味と汁を入れるのね。で、その残った汁を次の段にどんどん足していくっていうような方式をとります。美味しかったです。ごちそうさまです。はい、それでは、まあ、伊勢神宮と並ぶですね、日本最大級のパワースポット、出雲大社全力参拝縁結びしていきたいと思います。
思います。なぜ出雲大社がそんな最強のパワースポットと呼ばれているかご存知でしょうか。出雲大社にはですね、大国主の神という神様が祀られています。で、これがね、マジもうほんとイケメンでモテモテの最強ヤサオなんですけど、この神様なんでそんな最強かっていうと、もともとね、でも日本をね治めていた神様なんですよ。でこの人が治めていたんですけど、そこにですね、女神女神様ですね、アマテラス、聞いたことありますか。なんか大国主もさ、アマテラスもさ、パズドラとかモンストとかで出てくるよね、きっとね。そう、あれ最強の神様なのよ。そう、もともと治めていたのが大国主さんで、アマテラスっていう、まあ、女神がですね、ねえ大国主、日本のこと私に譲ってくれないって言って、ずずしいんだよって思うんですけど、で、まあ、そういうね、まあ、押し問答というかやり問答というか、ちょっと日本語が分かんないんですけど、があった後にですね、結局譲ったのよ大国主は。アマテラス、いいよ、あげる、日本のことあげるって言って譲ったんですけども、そこ条件を出したわけ。その条件っていうのが、この出雲の国にこうね、出雲大社作って私のこと祀っといてみたいな。そしたら、まあ、日本譲ってあげるよって、まあ、そんなんでいいのみたいな感じなんですけど。で、まあ、結局譲ったわけでございますね。で、まあ、ちょっと余談なんですけど、そのアマテラス様、ね、国譲ってって言って譲り受けた側のアマテラス様が、まあ、どこに祀られてるかと言いますと、伊勢神宮なわけですね。そうなの。だから、まあ、なぜ伊勢神宮とか出雲大社が最強のね、神社で最強のパワースポットかっていうと、まあ、その日本という国の成り立ち、まあ、結局さ、そこからさ、こう今の天皇家、というものに繋がってるっていう風に言われているので、日本の成り立ちの元となった2人の神様だから、まあ最強なわけですね。さあ、看板が見えてまいりました。出雲大社のうさぎたち。これですね、出雲大社には至るところに白うさぎの像が、ね、たくさんあるのよ。これなんでかっていうと、その昔ね、その大国主の神が、譲った方ね、日本をが、こう白ウサギを助けたのよ。いじめられてボコボコにされて怪我してるウサギを助けたっていう伝説があって、で結局さ、そうやってヤサオなわけ、ヤサオエピソードがあるんですけど、でそんなヤサオの大国主様が結局は後でモテモテっていう、まあ、ちょっと本当ざっくりなんですけどね、っていうような、ほら、これが大国主様ですね、とウサギ、そんな大国主様のモテモテヤサオエピソードがここに繋がっております。こちらはですね、手水屋と言います。手洗う場所じゃないからね。まあその手を洗うんだけど結局。で、そのなんかさ、バイ菌を落とすとか除菌をするとかそういうことじゃなくて、汚れという概念をご存知でしょうか。日本には昔からさ、まあその汚れという概念があって、まあなんだろう、こう、もののけ姫とかにも出てくるじゃないですか。こう結局さ、死に近づいたりとか、あの世に一回行っちゃった人っていうのはなんか汚れているわけよ。で、これからさ、うちらは神様に会いに行くわけだから、ご挨拶しに行くわけだから、で、神様たちもね、こうなんか結構、汚れをビビったりする感じなわけ。結構人間らしい神様、人間味のある神様なんですけど、日本の神様って。そう、だから、まあ、ここでしっかりと汚れを落としてからご挨拶しに行きましょうね、って感じでございますね。で、神社にさ、参拝するときって、二礼二拍手一礼、二回お辞儀をして、二回手を叩いて、まあ一回お辞儀をして帰ってくるって感じだと思うんですけど、出雲大社はですね、なんと二礼四拍手一礼、四回手を叩きます。で、ちなみに、皆さん、出雲大社のメインは、しめ縄のところだと思ってる人結構多いんですけど、違います。この奥、これの奥にですね、大国主の神様の、まあ、メインで祀られている場所がありまして、で、さらに言うならば、そのね、まあ、寝床と言いますか、寝床はですね、なぜか西を向いてるんですよ。これなんか結構不思議らしいんですけど、この西を向いてるので、今このさ、建物の西側から、おしらはですね、全力で、本当に、縁くださいって言って結婚したいです。素敵な男性探したいですって言って、まあ、本当に全力で、二礼四拍手一礼して、お祈り申し上げてるわけでございますね。そうなんです。皆さん、だから西まで行って、ご挨拶してくださいね。出雲大社行くときは。さあ、そして出雲大社から車で、まあ、3分ぐらいですかね、稲佐の浜というところにやってまいりました。ここはですね、国譲り伝説神話の、まあ、舞台となった場所で、その大国主がさ、こうアマテラスに国あげるかあげないかみたいな、こうなんか交渉した場所っていうふうに、まあ、言われているのね。だからその舞台となった場所なわけですよ。で、そのさ、岩が見えると思うんですけど、その岩の上の方にさ、はい、鳥居が見えますですね。なので、まあ、せっかく出雲来たらですね、こちらまでぜひ足を運んでいただきまして、まあ、素敵な海と素敵な岩と素敵な鳥居と、実際に日本が誕生する舞台となった場所をぜひ見てください。はい、というわけで34歳独身ゲイ、限界ギリギリ崖っぷち婚活、神頼み縁結び、出雲大社参拝 Vlog いかがだったでしょうか。最後の最後にですね、で、まあ、ちょっと縁結びのお守りはもちろん買ったんですけど、おみくじを
引きましたので、ただいま開封したいと思います。私の運命やいかに。出雲大社のおみくじはね、大吉とかそういうのじゃなかった気がするんですよね。メッセージ系。はい。ちょっとなんか難しいんですけど、まずは、くんってやつですね。目に見えざれども、我人の、一挙一動を知る者三あり。いわく神、いわく祖先、いわく両親。つまりですね、まあ、誰が見てないくても、悪いことすんなよって、なぜならば、神様が見てるし、ご先祖様が見てるし、両親というね、自分の中の心が見てるんだよっていうことが教訓でございますね。運勢、本年は何事も引っ込み思案や取り越し苦労は大禁物、わかるー。まあいろいろあるんですけど、大切なのは見てください。判断、結婚、大いにありだ。これはさ、好きな人がいて、大切な人がいて結婚するのが良いよって話かな。それとも、もう結婚できるような人が現れるよって話なのかな。ちょっと難しいですね。というわけでですね、まあちょっといいんですけど、おみくじは。まあちょっと運勢とか、まあちょっと一旦置いといて、まあ今日の動画で私が言いたかったのは、何かをやるなら、やっぱとことん、ちゃんとやった方がいいなと思ってて、まあ、今回で言うと出雲大社にこう、参拝します。せっかく参拝するんだから、出雲大社ってなんでそんなパワースポットって呼ばれてるのか、なんで縁結びのね、ご利益があるのか、どういう成り立ちでできたのかとか、まあ、そういうのをさ、知って積み重ねて人生をこう、歩んでいきたいし、年を取っていきたいし、まあ、そうやってさ、一生懸命一つ一つの物事をさ、知ろうとしたり、取り組んだり、努力したりしてる先にさ、きっと恋人っていうのは待ってくれてるはずなの。というわけで、私お城の良縁を祈ってくださる方はチャンネル登録といいね、そして何かあればコメントしてください。私も皆様のあなたの良縁を祈っております。では2礼4拍手1礼、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。